無限川は、中世南道中部の青葉群過剰面山邸里に、ある車霊山脈に属する白菓山北川の谷に、橋を発し、上流の車霊山脈と都議山脈との間では、車霊山脈と平行に伸びている地質構造線に沿って、ほぼまっすぐに北流し、途中、霊山群港地面東山里、長田里で、霊凍貯水池に流れ込んでから再び流れ出て、 今度は蛇行しながら、冷凍平野を北流し、同郡新井和津羅新州座とで、総橋川と合流する河川である。長さは 67km、あるいは 53.9km。冷凍貯水池から流出後より、総橋川に合流するまでは、蛇行して流れていることからわかるように、その沿岸は、氾濫源として、中石平野を形成している。この中平野は、霊山。 高利赤面、新岩面、霊山村及び、河山市道公面一帯で大きく広がって、霊東平野を形作る。無限川中流にある霊島貯水池は1964年に観光した、灌外用貯水池である。無限川流域は、昔より、水田農業が発達しており、1979年に差し、発疹膨堤が建設されて造成された淡水の、 人工湖である差し橋湖と共に流域の農業用水の供給に大きく役立っている。特に校舎の造成によって、無限川流域の農地の灌漑用水確保の問題は完全に解決され、全天候型農地に変貌した。無限川が欧洋、工場、霊山、火山を流れる間、長江線は天安工場間で、その流域に沿った形で南北に走っている。 霊山村にある長江線の霊山駅は、無限側の河川敷にほど近く、付近の河川敷は2007年より無限側、鈍地公園として整備されており、また、中世南道記念物の霊山山城もある。ABC、総教湖水系の水質総量管理性志向による河川減教資料構築、中南研究院、中南発展研究院、ピアニッシも、 8から9、2019年5月17日閲覧。ABCDEFGHIJ オンライン、韓国民族文化大百科事典。ABCDEFGHI ダウム百科、水辺、渚、河川敷の意味。無限川ン地公園、チョンシンス記者。無限川ン地公園の輪郭多目的広場、自転車道路など一部施設臨時会場。中南日報。 http://www.chungnamilbo.com スラッシュニューススラッシュ ar-ticlev-i-e-w.html ibox number 1 417332019年5月14日閲覧零三軍長無限川郡地公園ヒーリング空間に変身 橋脚の壁画装飾及び体育施設補強など、明るく健康なヒーリング空間造成。中西南道町。中南ネット。中西南道。2019年5月17日閲覧。ありがとうございます。